初めてのオリンピック、まあ、自国開催っていうことで、まあ、選手にとってもすごく、まあ、参加すること自体が、まあ、特別な意味を持つ大会だったと思うんですけども、で、出場されてどんな思いで臨まれたのかとか、まあ、プレーとかをちょっと振り返っていただいてもよろしいでしょうか。まあ、2020年の開催が決まった時から出たい一つの目標の一個でしたし、まあ、自分がランキング的にかなり圏内にはいたので、そこをキープもしくは上げていきながらの出場っていうものはずっと目指してはいて、もちろん1年間延期にはなりましたけども、まあ、しっかりとランキングを変えることなく出場の出れる範囲まではいたので、そこについてはすごい自分にとって嬉しかったですし、まあ、もちろんその観客の方が入れなかったので、今現在テニスって、まあ、全世界で大会は行われてるんですけども、まあ、アジアでは今大会が行われてはいない状況で、まあ、そういった中での、まあ、特別なオリンピックで大会が行われるという中で、まあ、よく言えばもちろん観客の方がいれば、嬉しかったですし、まあ、今回親も入れなかったので、まあ個人的な感情でいくと、やっぱり、まあもちろんオリンピックに出ることは自分の、キャリアとか、まあセカンドキャリアとか、いろんなものに、影響が出てくることだと思うんですけども、親にも見せてあげたかったなというふうには思ったんですけども、まあ規制が多い中での、まあ、オリンピックということで、まあ僕にとって初めてのオリンピックがこういう、なんだろう、規制がすごい厳しい、オリンピックだったので、本来だったら賑やかだったと思いますし、まあもっとオリンピックっていうものを感じたかもしれないですけども、まあ今回はホームでの戦いっていうものに関しては、まあ、また自分の中でも特別なものがありましたし、もちろん結果は、ちょっと苦い感じには終わりましたけども、まあ、ちょっとかなり厳しいドローで、1回戦の相手がどっちも銀メダル取ったので、まあ、かなり厳しかったなというふうには思いますけども、まあ、ここでまず1個オリンピックを経験できたことはすごい、まあ、今後のキャリアにとってもすごい大きな1ページだったかなというふうに思います。今回すごい規制が厳しくて、本来であれば応援してくれたその親御さんだったり観客の方やっぱいなかったっていう、まあ、ある意味そのホームでありながら少しホーム感の感じづらいような大会だったかなっていうふうに思うんですけども、その辺はその、まあ、配信などで、まあ、いろんな方見てくださったとは思うんですけども、やはりこう観客がいる中でのプレーとそうでないっていうのはやっぱり大きな違いがあるっていうふうに思いますかね。やはり今もアメリカだったりヨーロッパだったりではもうすでに観客が動員されている現状があって、オリンピックの前にウィンブルドン出ていましたけども、まあ、50%キャパって言ってましたけども、ほぼほぼフルで入ってたんじゃないかなと思うぐらいの観客の人が、入られていて、やっぱりそういう中でもうすでにテニス選手は試合をしている現状があったので、やっぱりそこからまた無観客っていうものに戻ってくると、まあ、少し寂しい気持ちは正直ありまして、特にまあやっぱり日本開催でってなると、まあ知り合いだったり友達だったり、もちろん応援してくれてるファンの人だったりっていう、まあ、たくさんの人が見に来れる環境っていうのがテニスの中では日本ってすごい少ないんですよね。そういうものを含めるとやっぱりすごい数少ないチャンスの一個なので、日本のファンが見れる、まあ、そういうのも含めて、まあ、僕としてもそういう日本人にとってのホームっていうものがめちゃくちゃ1年間通してないので、まあ、そういうものをまあ感じることができれば、まあ最高に嬉しかったかなとは思いますけども、まあ、なかなか状況的にも難しかったですし、まあ、何よりまずは開催してもらえたことが、まあ一個は僕にとってすごい大きかったかなと思いますね。まあ、アメリカだったりヨーロッパではもう観客がまあ入った中でプレーをしているということで、それがまあ今おっしゃってましたけど、なくなるっていうと、またこうちょっと慣れてきたものがまた違う環境でプレーしたという、そういうことになってたんでしょう。やっぱり基本的にまあ僕たちからするとほぼアウェーで戦うことになるんですね。まあもちろんアウェーには慣れてますけども、たまにそれこそオーストラリアンオープンとかなってくると、まあ結構日本のファンの方々が日本から来られて、結構ホームに近い状況になったりするんですね。そういうのを感じると、ホームを感じるようなアドバンテージだったり、声援の多さとか、そういうものはまあ、かなり力に変わりますし、まあ、先週シンシナティでの大会で、まあ、僕がベスト8に入ったことがあったので、結構地元のファンの方が多かったんですね。で、予選からかなりホームのような感覚で、応援が多くて、相手よりもかなり多い状況で試合を進めたので、いるのといないのとではやっぱりいる方が力が正直あって、逆にまあそれが相手の方に多ければ相手にはパワーがあって、自分の方に少なければもちろんそういうぐらいの、まあ微々たるものかもしれないですけども、そういうものも正直
影響はやっぱあると思うんですね。テニスっていう競技になってくると少なくとも応援がいるのといないのとではかなり自分たちのモチベーションとかも変わってくるっていうものがあるので、まあ、すでに僕たちは今もうそれこそ今年の US オープンはもうほぼ 100% でキャパを入れるっていう話で進んでいるので、まあ、たくさんのファンの方が見に来るでしょうし、まあ、それがもちろんアウェイかホームみたいになるのか分かんないですけども、少なくともやっぱり自分に応援がいるっていうことは、まあ、要はプロスポーツなので、そういった意味を考えると必要な、なんだろうな、必要なまあ存在というかファンの人たちの応援ってやっぱ必要不可欠なものになってくるのかなっていうふうには感じますね。ツイッターを見ているとゴリン .jp だったりとかその NHK のウェブ配信だったりとかその放送スケジュールをご自身でもこう調べて、あ、ここだったらやってますよってことをこう呼びかけてたっていうのがすごく印象的で、はい、こうただプレイするだけじゃなくてちゃんと見てもらったりとか、はい、なんかそう双方向のメッセージを意識されたのかなと思ったんですけども、はい、やっぱそこはちゃんとテニスを見てもらってこう広めていく、まあ、この自己開催でこう見てもらうってことにすごく重視、重きを置いてたっていう風な感じなんですけど、その辺はいかがでしょう。まあ、やはりオリンピックに関しては興行収入とかもまあ今回はなかったですし、本来であればまああるようなものがなかったですけども、基本的にやっぱりその僕たちのプロスポーツ化されている競技になってくると、まあやっぱりそのファンが見ないとそもそも賞金額が上がらないし、ファンがいるからこそその選手のバリューが上がったりだとかっていうものがやっぱ存在してると思うので、このいかに見られるか、もしくはその見てもらえるように努力するかっていうところってかなり大きなところだと思うんですよね。まあ実業団だったりまだプロ化されてない競技だったりってなってくると、そういう競技とはまた少しまた変わった、やっぱりファンの方が来ることによって賞金額がそこから賄われたりするんですよね、ファンがいることによって成り立っているスポーツでもあるので、いかにまあそういうところに目を向けてもらえるかとか、まあ、自分も含めてそのテニス全体にどれだけ目を向けてもらえるのかっていうところで、まあ、今回のオリンピックってすごいいいチャンスの一個だったとは思ってますし、まあ、広げるっていうところにおいてはすごい大きな大会だったかなとは思いますね。その見てくださった方もたくさんいらっしゃったと思うんですけども、まあ、反響だったりとか、まあ、そのどんな言葉をいただいたりとか、もし差し支えない範囲でちょっと教えていただければなと思います。そうですね、やっぱり結構声で多かったのは、久々に時差がない状態で見れたっていう話がかなり多かったです。皆さんいつも US オープンとかになってくると深夜で、はい、徹夜をしながら見てもらったりだとか、まあ翌日仕事あるけどちょっと徹夜してみますみたいな、やっぱそういうメッセージとかあるんですよね。徹夜してみました、頑張ってくださいねとかやっぱあって、結構多かったのは本当にそういう例が多かったです。全く時差なく試合を見れましたみたいな、久しぶりですみたいな感じがすごい大きくて、まあ、そこはすごいホーム開催の一つ、ファンにとってのすごい良かったとこかなと思いますし、結果が振るわなかったですけども、少なくとも見れる媒体がしっかりあったので、ネットではちゃんと、見てもらえましたし、自分なりにはベストのプレーを頑張ったつもりだったので、そこは悔いはなかったので、面白い試合を届けれたかなと思いますし、結構チャンスありそうな試合だったので、まあ、そういった面ではドキドキしながら楽しんでもらえたかなっていうのはありますね。今回ちょっとコロナの大会でいろいろもうコロナ禍での大会はまあたくさん経験されてると思うんですけども、まあ、五輪人数も多いことがあって、まあ、特に毎日検査をしたりとか、まあ、選手側の制約、選手村もまあ退去をすぐしなきゃいけないとかってあったと思うんですけど、その辺はこう普通の大会と比べてもやはりその注意することが多かったというふうな印象でしょうかね。多分僕たちテニス選手からすると慣れてたので全く問題なかったですね。多分他の競技の人たちは厳しかったんじゃないですかね。テニスはバブルとかでやってますもんね、はい、もうすでに2年前からバブルだったので、まあ本当にコロナ始まって半年休んでスタートしてからずっとバブルで経験してるんで、どの競技よりもスタート早かったんですよね。バブルっていうものの経験がで、毎日、まあ、毎日もしくは1日おきっていう検査ってもう慣れてたので、なんか全く苦じゃなかったですね。なんなら検査キットとか部屋にずっとあって、部屋で検査してそれを持ってってもらうだけだったんで、はい、なんか逆に楽でした正直。ああ、なるほど。はい。すぐにやってることの延長で、そうですね。はい。丁寧な対応だったぐらいの印象、はい。そうですそうです。はい。そこからでちょっと YouTube とか発信の方にも、はい、いただきたいんですけど、ちょっと基本的な話で、その2017年に多分初めの動画が上がってたと思うんですけど、はい、その、まあ、今でこそアスリートの人で、まあ、YouTube やってる人って、まあ、こう増えてきたなという印象があるんですけど、割と早い段階だったのかなという印象がありまして、そもそもなんで始めたのかっていうところから教えてもらっていいですか。
あでもそうですね、確かに、YouTube を始めたのはかなり早かったと思います、アスリートの中で、うん、っていうのも、まあ、始めた理由としては、まあ、左足の前十字靭帯を断裂したのが一つのきっかけで、うん、そこから、まあ、自分でまず媒体を持ちたいっていうところ、うん、もう一つはその怪我をして復帰できる可能性が別に高くはなかったので、それを考えて、まあ、テニスできなくなった時のことを考えて、はいはい、何かやってないといけないなっていうふうに思ってスタートですね、うん、それが初めです。あとはまあ YouTube が単に好きだったので、うん、やりたいなとはずっと思ってたんですけども、正直時間がなかったので、うん、せっかく1年間日本にいるし、うん、まあ、じゃあやってみよう、企画で全部できるでしょって思って、うん、まあ、実際動画の編集とかちょっとナショナルの映像関係の人に聞いたりとかしながら編集したりもしたんですけども、うん、最初は本当にずっと自分でやりながらスタートっていう感じでしたね。なのでまあ話題性あったと思います最初の方、うん、はい、当時としてはまあその、ね、トッププレイヤーが、まあ、やるっていうのがまず数少ない流れっていうのでさ、なんかインパクトがあったのかなっていうふうに、はい、うんうんうん、実際にそのやっぱり怪我で、まあ、リハビリだったり治療の時間があると、まあ、そこに合わせて普段できないことを少しやっていこうみたいな気持ちもあったというふうな感じですかね。なんかもともとは正直、まあ、結構俺アスリートに多いと思うんですけども、今自分の競技だけをやっていれば生きていけるっていう認識を持っている選手ってまあ多いと思うんですけども、それは別に間違ってはないと思うんですけど、まあ、テニスは個人競技である程度自分でお金を稼いでいける競技なんで全然いいんですけども、まあ、団体競技だったりとかになってくると、まあ、自分の権限以外のところで勝手な他の人たちが権限持ってるから、まあ、首切られるとか、いきなりもうプロじゃなくなるっていう可能性はまあ大いにあり得るじゃないですか。でもそういうのに、まあ、なかなか気づかない選手ってたくさんいると思っていて、うん、でやっぱりその現役期間中だからこそ自分に価値があって、うん、それを出していくことがすごい価値につながるって僕はすごい思ってたので、うん、でもともとその20歳の時は全然知らなかったんですけど、怪我をしていろんな本を読んで勉強をめっちゃして、うん、でなんかすごいお金のこととかも勉強して考えて、まあ、やっぱそういうことをしないといけないんだなっていう風に思って、そこからでしたね、まあ、その怪我なかったら僕は正直あんまりこんな風になってないと思いますけど、そのテニスができなくなることも考えたっていう、もういわゆるセカンドキャリアとか次のキャリアの足がかりにしようぐらいの思いがあったってこと。そうですね、もともと僕の怪我がテニスの中で前例があんまないから、まあ、正直わかんないっていう話だったんですよ、だから戻ってこれるかもしれないけど戻ってこれないかもしれないから、君がそのなんか戻ってこれたらそのなんか一個の例になるみたいな話になって、だからまあ正直わかりませんみたいな話だったんですよ。なるほどなるほど。だからもちろんその戻れるとは言われましたけども、はい、まあ、それは確実じゃないからねみたいな感じだったんで、うん、まあ、やっぱそこも最悪なことも考えましたし、うん、まあ、やっぱある程度お金が一気にゼロになるっていうことを考えて、うん、まあ、それ結構やばいなっていうふうに冷静に考えた時に、うん、まあ、今のままでこれでゼロになったら俺生きていけないわと思ったんで、うんうん、何かしらをちょっとやってみようみたいな、うん、何かしらをいろいろ学んでみようって思ったのが、まあ、YouTube で、うん、まあ、今となっては本当にやっててよかったと思います。初めて見てどうですか、結構そのアスリートの方だったり、まあ、芸能人の方でもよくやる方がいて、まあ、芸能人の方とテレビをやってて YouTube に来るんで全然違うっていう発見があったり、うん、アスリートも記者会見とかいろんな場で発信はされてますけど、まあ、YouTube として自分のチャンネル持つっていうのはまた違うと思うんですけど、なんかこう全然思ってたのと違ったとか、こう初めて見て何か感じたことはありましたか。一個言えるのは確実にファン増えましたね。あもうこれは絶対的に YouTube だと思います。うん、っていうのももちろんその自分の試合が全世界で放送されたりとかで、海外の選手が、うん、海外の人たちが僕の名前を知り出したっていうのは一個あると思うんですけども、うんうんうん、よく言われたのが、僕あんまりアスリートもしくは芸能人、有名な人たち、すごい人たちはたくさんいらっしゃると思うんですけども、結構、まあ、僕もやっぱありますけど、まあ、厳格化することって多いじゃないですか。最近だと、まあ、たまたまちょっとだけ K 君が僕の YouTube に出たんですけど、錦織 K ってこんな私生活なのみたいなか、うん、錦織圭って普通に私生活生きてるんだとかコメントがあったんですよ。やっぱり本当の好きな人たちからすると絶対出会えない人たちっていうのがやっぱいるじゃないですか。僕も好きな何かしらのありますけど、うん、出会えない人たちってどういう生活をしててどういうことをしてるのかっていうのを憶測でしか考えないので、うん、なんか遠い人間のように思うんですよ、うん、確かにやっぱり。でまあ、それはもちろん僕も多分思われている存在だと思いますし、うん、でもだからなんかそういう部分を僕は結構さらけ出してもいいと思った性格だったんですよ、まあ、僕のパーソナリティをみんなが知り出して
結果とかをちゃんと出してるけど、すごい近く感じるっていうのがやっぱ増えた。なるほど。やっぱりこの親近感が湧くっていうのがすごい僕一個のメリットだったと思っていて、会ったことはないけど会ったような風に感じるとか、なんか俺と同じもの持ってるやんとか、俺と同じようなことしてるやんこいつみたいな、テニスプロのくせにみたいな、やっぱそういうのが一個のなんか身近に感じるツールとしてすごい良かったなっていう風に思ってますね。そうするとなんか西岡義人っていう人を知ってまろうみたいな、そういう軸で発信してるみたいなイメージだったんですか？人柄、出だしはそれでしたね。出だしは本当にスタートは僕っていうものを知ってほしくて、単純にテニスっていうものとテニス選手っていうものを広めたかったです。で、最初は個人が多かったですけど、途中からある程度自分が成績出せるようになってきて、日本でトップになりだして代表入ってでなってきてから、なかなかこれだけのツールを使いながら SNS やりながら、遠征回ってる人がいなかったので、自分が見せていくことによって、今そもそも自分に存在している価値っていうのがあって、知名度だったりとかっていうものを使っていけば、ある程度テニス選手のことを、テニス選手の生活、私生活、裏の部分だったり、そういう部分をもっと広げていって伝えていけるかなと思いましたし、テニスっていうものをもっと深く知ってもらえれば、ファンの、テニスのファンの獲得にもつながってくるかなって思ってるんで、そういうのに少しずつ変わっていきましたね。YouTube だったりを始めていってから、そういうマインドにちょっと変わっていきましたね。だって今までその動画もたくさん上げてこられて、いわゆるこう自分の中で印象に残っているものだったり、一番広く見られたなっていうふうに覚えてるものって何か上げていただくとしてありますか？ああ、でも最近だったらやっぱティエム選手とのテニスできたのを見つれたのはすごい大きかったですね。彼がすごい、もう全然いいよみたいな、好きなだけ撮っていくっていう話で載せることができたんで、あれは結構日本のファンの人とかにも撮ってすごい良かったと思いますね。あの角度からなかなかファンの人も見る機会ないですし、特に練習なんで、いろんなことをトライしたりだったり、あって、ああいうのが結構僕は YouTube として面白いなって思ったのと、こういうのができるっていうのが、その自分っていう価値を見出した YouTube だなって思いますね。だから今このレベルにいるからこそ見せれるものっていうのがやっぱ存在するので、僕はやっぱそういうものをどんどん作っていって見せていきたいと思ってますね。わかりました。ありがとうございます。お時間ありがとうございます。ザックバランにお話しいただいて本当に、ありがとうございました。